21日から1921年2月24日は、明治末から大正期にかけて文学書の想定作家、浮世絵研究者として活躍したが、裁判年、新版画作家として新境地を開こうとした矢先に休止した。アールヌーボー調の想定本、大正の歌丸と形容された美人画を残している。かつて、薩摩藩範囲で官方医を務めていた。 氏族橋口県万の三男として、鹿児島県鹿児島市日野口町に生まれた、本名、清志。画号の御用は、鹿児島の自宅にあり、地域のランドマークになっていた、樹齢300年の御用松にちなんだもの。鹿児島県中学蔵士館卒業。少年時代は仮の葉の絵を学んだが、1899年、数え19歳の時、画家を志して、兄たちを頼り上京し、 橋本画法に学ぶ。翌1900年代八回会画教審会に橋口五用の名で日本画三点を出品するが、当園の黒田清照の勧めで、東京美術学校西洋画家指家庭講師に入学、翌年本家に入学、同学年専家に和田光造、二年専家に青木茂、熊谷森和、橋本正介らがいた。在学中から展覧会へ出品。 挿絵などで活躍しており、この美人石版画雑誌、ホトトギスの挿絵を描いていたことや、五用の長兄が、熊本の第五高等学校で教え子だった関係で、夏目漱石と知り合い、1905年、我輩羽子、であるの想定を依頼される。以来、後人まで漱石の著作の想定は五用が務めることになる。漱石以外にも、森田漱平、鈴木美恵吉、 森尾外、長井花風、谷崎純一郎、泉京花の作品の想定を手掛ける。また、この時期の御用は1907年に東京府官業博覧会で出品作が二等賞を受賞し、同年の第一回文展では、羽衣が入選を果たすなどして、画家としても次第に注目されるようになっていった。1911年、もみ山書店の企画した書のためのデザインは、 大正2年まで24もの名作の表紙を飾ることになる。その蝶をモチーフにあしらったデザインのために、胡蝶本と愛称された。その他イラストでも活躍し、1911年。この作品は、原読模様の着物を着た女性が、美人画の半本を手に座る姿を描いており、江戸海庫及びアール・ヌーボーの流行を反映している。1915年。 渡辺章三郎を版元とする新版画の運動に参加、渡辺版画店より規範が、浴場の女を、制作反抗。その後、北川歌丸、鈴木春信、歌川広重といった浮世絵の研究に熱を入れており、春信美人画の複製、保衛堂版、東海道五十三次の復刻などを行った。その一方でモデルを雇い、ラフ素描を繰り返し描いている。 あとに三逸、多くは外国へ流出してしまったが、その総数は3000点に上ると言われる。五葉はモデルに同じポーズを取らせ、繰り返し描くことで、修正と順化を進め、版画へ起こすべくただ一本の墨線へまとめ上げていく。その成果が結実したのが1918年からの鹿番木版である。代表作として、紙すき、手鏡、手拭いを持つ女、 夏草の女、鏡の前などが挙げられ、歌丸の美人大首絵を学び背景をキララで塗りつぶす伝統技術をよく活かして肉体表現に新しい感覚を見せた。中でも1920年半校の紙すきには青木茂の感化からロセッティラのラファエル全派の影響が見られ、油絵を学んだことが木版の上にシンドマン派の傾向及び写実的な影を落としている。 浮世絵の美に惹かれ、その研究にも打ち込みながら、同年、独立して、一連の大番美人が、風景画を制作し始めるも、翌1921年、十数点の作品を残したのみで、中耳園から脳膜園を併発して、東京で急成した。去年は、数えで41。墓所は、鹿児島市郡元町の市営路中墓地。木原御用の青年については、明治13年説と、 明治14年説がある。明治13年説は、雇用没後の一部の年譜や展覧会パンフレットに記載され、それが踏襲されたためである。しかし、雇用存命中の美術家録では全て、明治14年であり、没後発行の人命録でも同様なことから、明治14年生まれの方が正しいと考えられる。ありがとうございます。